こんにちは。サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。今日はいろいろな野菜や果物の花がどんなものなのか、お花当てクイズをしていきます。たくさんありますので、ぜひ楽しんでいってください。それでは早速やっていきます。レッツサイエンス。1問目はこちら。4枚花があります。さあ、これは何でしょうか。3、2、1。こちらはですね、ブロッコリーです。実はこの部分も、このつぶつぶの部分がもう花のつぼみなんですね。で、これが成長すると伸びて伸びて、こんな感じの花を咲かせるんです。合ってましたか。こんな感じでどんどんいきますからね。じゃあいきます。第2問、こちら。ちょっと先っぽが紫っぽい感じ、予想できましたかね。3、2、1。なんと大根です。美しい。大根の感じからは想像できないぐらいの、なんかこう、なんていうの、あでやかな花を咲かせるわけですね。次はこちらです。ピンクっぽい感じもありますね。さあ、これ何のお花でしょうか。3、2、1。うそん、でーん、リンゴはい、いや、なんか可愛らしい感じはなんとなく。続いてはこちらです。これは周りが紫、そして中がなんかちょっと特徴的な黄色の色ですね。うん、じゃあこれは何か想像できましたか。せーの、3、2、1。ほーじゃがいもですね。こんないかついのに、こんななんか美しい花を咲かせるわけですね。まあ、なんかもちろんですけど、ちょっと色合いがね、じゃがいもとはなんか程遠い感じがするので、なんか直接紐づかない感じはあるかもしれませんけれども。続いてはこちらです黄色い、そしてなんか鋭い感じですかね。見たことあるかな。はい、3、2、1。ててん、うわー、トマトか。ミニトマトとか作る。そう、学校に行ったらミニトマトを育てた。そうですよ、育てた、うん、育てました。じゃあ、その時に咲いてたらこうなってたってことか。咲いてないの。咲いてたと思う覚えてない。五十嵐のミニトマト咲いてなかった。ミニトマト咲いてなかったかも皆さん、ミニトマトとか育てた人はこちら目にしたかもしれませんけれども、トマトは赤じゃなくてこんな黄色い花が咲くということですね。まあ、確かにここの、まあ、ヘタの形がなんかここの形と一緒ですよね。で、ここからトマトかなみたいな思った人ももしかしたらいるかもしれませんね。では次いきます。次はこちら。お、なんかこれ見たことありそうな感じですね。3、2、1。おー、なんかこれはいちご狩りとかに行った時にもしかしたら見たことあるよっていう人もいるかもしれませんけれども、こんなお花なんですねこのヘタの部分がここから見分けるっていうのもありですね。では続いてはこちら。おー、なんか白にちょっと黒っぽい柄みたいなのがあって特徴的ですね。さあ、これは何の花でしょうか。3、2、1。そら豆です。幼い頃にどうやって食べるんだろうってすごい思った記憶はあるんですけれども、なんとお花はこんな特徴的な花なんですね。そら、そら、そら、はいじゃあ次、続いてはこちらです。どんどんいきます。お、これはなんかタンポポっぽいけど、なんかちょっと違いそう。3、2、
1。こちらレタスですね。この先のところが結構ギザギザしているのが特徴です。次こちらです。おお、これはインパクトありますね。3、2、1。あー、これはキャベツ。キャベツとレタスは呼び方を間違えたりしますけれども、花はうちも黄色いけれども、なんか見た目は全然違いますね。まだあるよ続いてはこちら。なんかこれはスパとかに行ったら置いてありそうなやつねなんかこう飾ってあるじゃん、なんかはみたいな。さあ、こちらは何でしょうか。3、2、1。春菊の菊はぎっくり腰じゃなくて菊だね。菊ってことですね。はい、菊ですではこちら、この白い花に中がちょっと紫っぽいものがありますね。3、2、1。おー、ピーマンですね。ちょっとね、食べられないという子もね、もしかしたらいるかもしれませんけれども、見て見て、お花見たら食べられるかも。ほら見て、綺麗でしょじゃあ続いてはこちら、ピンク。お花はなんか蝶々の形みたいになっていますが、この辺すごいモヒョモヒョしてマフラーみたいな感じ。絶対パーンとかなりそうじゃないですか、このタイプのマフラー。ハァってね。3、2、1。ピンクだけど、おお、大豆。こんな感じなんですね、大豆はね。まあ、このモヒャモヒャは枝豆を食べる時とかによく、よく見るとこういうモヒャモヒャがありますけれども、大豆はその種ですかね。あと蝶々の形っていうので、この大豆すごい覚えやすいのかなと思います。いいんじゃない、このマフラーとかなんかダメかな、枝豆マフラー、枝豆マフラー、枝豆マフラーいいじゃんはい、何の回だこれこれは何の回なんだ最後まで見てんのかな、みんな。おい、ちゃんと最後まで見てるはい、続いてはこちらです。これは2種類ありますね。どちらも黄色いですけれども、ちょっと形が違いますね。こっちには丸がついていて、こっちにはついていないですね。3、2、1。おー、かぼちゃです。こっちがオス、こっちがメスで、この丸いところが育ってかぼちゃになっていきます。残り2問です。さあ、こちらはあれ、なんかかぼちゃとちょっと似ている感じもあるけど、なんかこのゲジゲジしたものがいますね。このゲジゲジがまさかさあ、このゲジゲジは何でしょう。3、2、1。いいね、確かにキュウリ、はい、ですね。このゲジゲジが大きくなるとこのキュウリになりますけれども、まあこれかぼちゃとキュウリですけれども、なんとなく似てますけれども、見分け方としてはやっぱりこのところに丸っぽいのがあるかとか、このゲジゲジがあるかとか、そういったところを見定めるっていう感じですかね。そして最後も黄色い花に、お、今度はなんかまたもじゃもじゃ系がいますね。そしてここにはなんか見覚えがありそうな丸いやつがいます。さあ、これは3、2、1。そうです、スイカです。もはやスイカですよね、こここの部分がスイカです。もうすでにスイカっぽいあの模様になっていますので、そこで見分けるのがいいかなと思います。さあ、終わったたくさん見たぞ今日は。さあ、皆さんは何問正解できましたか。普段
食べている果物や野菜の花、とっても綺麗でしたよね。皆さんも気になるものがあればぜひ調べてみてください。ということで、この動画がためになったよ、楽しかったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。このように眺めていると、なんかあれとかあれとかあれとか、まあ、他にもなんか似ている特徴があって、なんだかグループ分けできそうですね。じゃあこれはまた次の動画でやりたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。